ポンちゃん。ポンちゃん可愛く。逆光のため色を補正して明るさを補正して撮っているんですが、これあのスター・ウォーズのさ、うん、うわーっていう人いるでしょ。なんだっけ、ケムクジャラの人、狼みたいな。あ、なんだっけ、チューバッカ。チューバッカ。え、そうかな。みたい。なんかね、顔の陰影がね、うん、薄く、今補正してるから薄く出てるんだけど、うん、鼻の上が真っ黒な。でそれ以外はいろんなグラデーションが顔にあるので、かわいい。チューバッカー、めっちゃかわいいよ。おちゃん鼻が白っぽく映ってる。ここに光ってんね、めっちゃかわいいよ。ポンチャラン、ポンチャラン、ペロ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 。白く見える。あ、はいよ。ジャン君、ジャン君トイレについてきます。はい、こうだね。ジャン君、あ、目に映っちゃってるかな。やばいね。ジャン君、はいはい、はい、はい、二人とも、はい、パンちゃん、パンちゃん、パンちゃん、はい、持ち上げ、はい、パンちゃんです。はい、ジャン君逃げたね。はい、ジャン君、ジャン君も持ち上げやろうよ。ちょっとしつこいですって言ってる。怒った。だいぶ遠くに飛んだね。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、うまくピンと合わないポンちゃんだね、本当に。あ、なんか飛んだ。ジャン君もおいで。はい、おいで。おいで。
いいね。ちゃん、はい、これはポンちゃんがおやつを欲している時の鳴き方です、おやつは今のところあげられないことになっているんですけれども、どうしても欲しいようだったらじゃんくんでテストをしなければいけません。1週間ほどですね、毎日おやつをあげて、その後病院で尿検査をするというテストを、して異常なしということであれば、まあたまにおやつをあげても、そのおやつに関してですね、あげてもいいのかなという、結論が出るそうです。これをやるのかやらないのか、まあ今のところ一つ危惧するのは、ジャン君が病院嫌いなのに行かなきゃいけなくなるっていうことですね。まあでもその1回を終えて、もしも OK が取れたら、ジャン君にしてもポンちゃんにしてもおやつをたまに食べてもいいということになります。ポンちゃんはまあちょっと言ってしまえばとばっちりですポンちゃんは意思できていませんが、一緒の生活をしているのでね、おやつ今のとこずっとなしです。今年に入ってから一度もおやつなしです。ジャン君の見えないところであげるっていう案もなくはないんですが、これはさらにかわいそうなので、さあ考えましょう。はい、ジャン君、はい、捕まった。はい、はい。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 今度は、ぽっちゃん出たね。じゃあ。